評判のリスクを外部移転することはできない。ハーバードビジネスレビューに書いてあった言葉ですけど、これ非常にいい言葉ですね。それこれざっくり言うと、他人のせいにはしない。そういうことですね。会社運営とか、あと個人的なことをいろいろな活動があります。その中で何か失敗してしまった場合、アクシデントだとかっていう言葉で片付けてしまう。そういうことですね。そういうことをしてはいけないということですね。何か失敗した。その場合、 原因の多くは、このやった人、その人自身の中にあると思います。その人自身の中っていうか、その人が制御可能なこと、その中に問題が隠れてます。例えば、雨で濡れてしまった、その場合、もちろん雨が突発的に降ってきた、それが悪いですけど、傘とか、かっぱとかそういうのを持っていれば、防ぐことができます、まあ。ある程度、こっちの方にも選択肢、ありますね。 こっちの方で制御で制きるパラメーー、タそれをいじることによって防げた。思いっきり雨に濡れることが防げた。そういうことです。それを雨が降ってきたっていうことだけで、それはハプニングだ。アクシデントだっていう言葉でさらっと流す。まあ信用できないですね。そういう組織、そういう個人。信用できないです。だいたい信用のできる会社っていうのは、あまり外部の責任にしないですね。 自分たちの、その制御できたパラメーター、それをしっかり選べなかったから、何か起こってしまった。そういうことにしてますね。ハーバードビジネスレビューに関してた記事ですと、まずはタイレノールの問題ですね。まあ一番有名ですね。あれ確か、タイレノールって鎮痛剤なんですけど、昔カプセルでした。カプセルで、まあこう、分解すれば、その中の粉が取り出せるような状態で、 パッケージ分解して中の粉抜いて毒を詰めてそれまたパッケージ蓋してそれ販売店とかで戻しておいたそれ脅迫文を送ったまあ大騒ぎになりましたねその時まあこれは犯人の仕業だからっていうことにしてしまえばまあ,あのいいような感じもしますけど会社が選んだ方法は全数回収しましたね全てのそのそ店から タイレノールのカプセル版を回収して、それ錠剤版を提供して、それパッケージも一回開けたらもうあの閉じられない。そういう構造のものにしました。カプセル版、それを会社に持ってくれば、錠剤版を無料で交換できた。そういうキャンペーン取りましたね。当然お金も借ります。もちろん会社のせいじゃないですね。でも考え方によってはその最初から錠剤にできた。 あとパッケージも一回開けたらもう戻せない構造にできた。それはその会社側のパラメーターですね。会社側が制御できたパラメーターです。それを選んとけば、その犯人がこの錠剤をすり替える。あとパッケージを開けてまた戻す。そういうことができなかったです。これによって非常に信頼性の高い会社になったみたいですね。まあこれで言えることは、まあできるだけ 外部のせい、他人のせいにはしない方がいいのかなって思いますね。何かことが起こってしまった場合、その場合、まあ、外部的な要因あります、もちろん。だから、その外部要因でこうなってしまったんだって、ドヤ顔で言う、やめてくださいって感じですね。たとえ外部要因があっても、その内部的な要因、そこら辺で起こったことがあるんじゃないか。そういうアプローチで探ってって、それ発表とかも。 うちが悪かったですという、そういうことで話を進めていく、それが重要なのかなと思いました。以上です。